新築県は台湾の北西部に位置する県。桃園市、木蘭県、台中市、苗栗県、新築市と隣接する。県政府所在地は竹北市。新築県は台湾島北西部に位置し、北は桃園県と南は苗栗県とに接し、西は台湾海峡を望み、東には雪山山脈大鳩狩山が位置している。 地形は、大鳥山系、東前系の河口に、中石平野が広がる田は、白河丘大地及び、古光大地がなどの大地、丘陵地が広がっている。年間平均気温は、摂氏21度、年間平均降水量は1949.1ミ、mm、リメートルである。新築の急称は竹山である。この地名の所見は、後期16年に書かれた、機械気遊の中に認められる。 その由来としては、陽性11年に書かれた、炭水頂上引きに、血発感触、だけため守る、小市九山名城という表記があり竹で囲まれた役所があったので竹山という地名になったとある。1683年、清市による台湾の統治が開始されると、新築一帯は諸羅県の管轄に置かれ、官人による本格的な開発が開始された。百二十三年、 諸羅県より、淡水町の管轄に改変され、1875年には、淡水町を淡水県及び、新築県に分割されることになり、この地に県地が設置されることとなると同時に新築と解消された。日本統治時代当初は、台北県新築市長が設置されたが、1901年に新築、東園市長が合併し、新築州が成立。 下部に八軍を管轄するようになり、周知は新築軍に設置された。戦後の1945年11月、新築市政府が成立し下部に7区、現在の新築市、竹東、宝山等を管轄することとなった。翌年、昇葛市となった新築市以外の新築、東園、中、内ぐりにハックを設置し、新築県政府が成立、県政府は東園に移った。 1950年の地方改正で、新築県は、東園県新築圏、苗栗県に分割されることとなり、新築市は、新築県の所管となった。1982年7月1日、新築市と、香山号が統合され、再び、新築市が、昇格市に昇格すると、県政府は、竹北市へ移り現在に至っている。県庁国民中学については、 新築県の国民中学一覧、国民小学については新築県の国民小学一覧を参照。ありがとうございます。